ファーストフォリオから、カラ騒ぎの表紙の副写。カラ騒ぎは、ウィリアム・シェイクスピアによる喜劇。1598年から1599年頃に、初めて上演されたと思われる。1600年に出版され、1623年のファーストフォリオにも収録されている。カラ騒ぎは、名誉、恥、宮廷政治などに関する真剣な考察を含みつつも、全体としては、 非常に陽気で楽しい作品であるため、一般的にシェイクスピアの喜劇の中でも最良の作品の一つと考えられている。物語は二組の恋人同士を中心に展開する。ベネディックとベアトリスが策略にかかって互いに対する愛を告白するようになる一方、クローディオが恋人ヒーローを不実だと思い込んで結婚の祭壇で拒絶する。 ベネディックとベアトリスは協力してこの間違いを正し、最後は二組が結ばれるのをダンスで祝って終わる。シチリア島メッシーナの知事レオナートの屋敷にアラゴン対抗ドンペドロ一行が到着する。クローディオ伯爵はレオナートの一人娘ヒーローに一目惚れする。独身主義者ベネディックはレオナートの名ベアトリスと蝶々八種の口喧嘩をする。ボラチオは ヒーローの駒遣いに色目を使う。ペドロのイボテドンジョンだけが不機嫌にしている。純真なクローディオが恋を打ち明けられずにいるのを知った。ペドロは一計を暗示、仮面舞踏会でクローディオになりすまし、ヒーローに求婚するという。それを立ち聞きしたボラチオがドンジョンに報告すると、兄を憎むジョンはそのクワをぶち壊そうと考え、ドンペドロ本人がヒーローに求婚していると、 クローディオに嘘を伝えて怒らせようとするが、この誤解は簡単に解け、クローディオとヒーローは一週間後に結婚することになる。ドンペドロはさらに口喧嘩に明け暮れているベネディックとベアトリスの縁結びを画策し、ヒーローたちもこれに協力することにする。わざとベネディックが立ち聞きしているところで、ベアトリスはベネディックに恋焦がれるゆえに悪態をつくのだ、という話を大声でしてみせると、 ベネディックは罠にはまり、ベアトリスを愛してしまう。ベアトリスもヒーローの策略にはまって、ベネディックが自分を愛していると思い込み、ベネディックに恋心を抱くようになる。一方、最初の計画が失敗したドンジョンに、ボラチオが新たな作戦を持ちかける。駒遣いマーガレットを使って、あたかもヒーローが、式の前日に浮気をしているように見せかけて、クローディオに目撃させようというのだ。 今度は計画が成功した。クローディオとドンペドロはヒーローの部屋から出てきたマーガレットが他の男と会っているところを目撃してマーガレットをヒーローと勘違いし怒りと悲しみに打ちひしがれる。翌日結婚式の前にドングベリーが知事のレオナートに報告をするが力みすぎて間違いだらけの言葉遣いで死にが伝わらない。そして迎えた結婚式で クローディオは何も知らないヒーローを不実であるとメンバーする。レオナートやベアトリスが取りなそうとしても聞き入れるはずもなく、ヒーローは失神、クローディオは立ち去るが、ベネディックや司祭はこの経緯を不審に思う。そこで司祭がある提案をする。それは、ヒーローが失意のあまり死んだことにすれば、クローディオの中から恨みや怒りが消え、後悔と憐憫からかつての愛情が戻るはずだ。 というものだった。ベアトリスとベネディックは結婚式での恐ろしい出来事について言葉を交わし、お互いに愛し合っていることがわかる。ベアトリスは名誉のためクローディオを殺してくれとベネディックに頼み、ベネディックは最初は拒絶する。レオナートやアントニオはクローディオに対してヒーローの死の責任があると伝え、決闘を挑む。ベネディックも結局、 親友だったクローディオに決闘を申し込む。芝居が成功して、上機嫌のボラチオは、仲間にうっかり計略の詳細を話しているところを、夜景に聞かれて逮捕されてしまう。ドグベリーチアンカンたちが拷問すると、ボラチオの背後には、ドンジョンがいるという。ボラチオ逮捕で恐れをなしたドンジョンは、町から逃亡する。クローディオは、すべてドンジョンの陰謀だったことを知る。決闘は回避される。 レオナートから娘を殺したのはクローディオだと責められ、自身の罪を悟ったクローディオは、レオナートから突きつけられた要求を承諾する。それは、ヒーローの無実を世間に知らせて墓前に、哀悼の歌を捧げることと、ヒーローに、瓜り二つの命と結婚して、後継ぎになることだった。偽りの葬儀の翌朝、結婚に望んだクローディオの面前に現れたのは、死んだはずのヒーローだった。 再会と真実の結婚に喜びは来たつ二人に加え、ベネディックもまたベアトリスに求婚する。二重の喜びにあふれる一同のもとに、捕らえられたドンジョンが引き出される。恋人たちが騙され、互いが不実だと思い込まされるという物語は16世紀の北、イタリアではよくある物語の提携であった。シェイクスピアの直接の種本は、マントバのマテオ・バンデッドのノベッタの一つである。 可能性がある。この物語は、アラゴン王ペドロ三世が、シャルル・ダンジューに勝利した後、メッシーナのサーティンブレオと婚約者のフェニシア・リオナータが、試練を受けるという筋である。おそらくシェイクスピアは、フランソワ・アド・ベルフォレのフランス語訳を通してこの作品に、触れることができた。もう一つの物語は、ルドビーコ・アリオストの、クルエル・オルランドに登場する、恋人たち。 アリオダンテとジネブラの物語で、バルコニーで、召使いのデリンダがジネブラのふりをするところがある。本作は1591年に英訳が出ている。クルエル・オルランドには、ベネディックが、カラサギで述べるような結婚に関する考察も見受けられる。しかしながら、ビアトリスとベネディックの基地に富んだ求愛合戦は、オリジナルである。1600年に刊行された。 カラサーギのクオート版のタイトルページ、カラサーギの最初の漢方は1600年のクオート版で印刷業者はアンドルー・ワイズとウィリアム・アスプリーである。1623年のファースト・フォリオ以前のエディションとしては、これが唯一のものである。1600年以前に何度も上演されたとあるので、1598年から1599年の 秋か冬の時期には初演されていた可能性が高い。記録が残っている最初の上演は1612年から1613年の冬にかけて宮廷で2度行われた上演で、これは1613年2月14日のイングランド王女エリザベス・スチュアートとプファルツ選帝校フリードリヒ5世のコンの際のものである。この芝居はシェイクスピア劇の中では珍しく、 テクストの大部分が3文で書かれている。陰文もかなりあり、宮廷風の作法と衝動的なエネルギーの両方を描き出している。カラ騒ぎは、イタリアのかかとに近いシチリア島の港町、メッシーナを舞台にしている。シチリアは、芝居の舞台になっている時期は、アラゴンの支配下にあった。芝居のアクションは主にレオナートの辞書で展開する。ジェンダーロール1905年の上演。 ベネディック役のハーバーとビアボームツリーとベアトリス役のウィニフレット・エメリー。第二幕第5場のクローディオを殺しての場面である。台本において、クローディオとヒーローの関係と同等か、あるいは少し軽いとも言える扱いを受けているにも、かかわらず、ベネディックとベアトリスがこの芝居の主な関心の対象とみなされており、今日ではこの二人が主役とみなされているほどである。 イングランド王チャールズ2世は自分のセカンドフォリオに載っているこの芝居のタイトルの脇にベネディックとベアトリスと書いてスライル。ジェンダーの挑発的な取り扱いはこの芝居の中心になっており、ルネサンスの文脈において考慮する必要がある。この時期の演劇はジェンダーの伝統的な観念を反映したり強調したりする一方、それを問い直すこともあった。 スーザン・ディ・アムッセンは伝統的なジェンダーのクリシェを動揺させることによって社会秩序が侵食されるのではないかという不安が増したとしてきている。この芝居の人気はこうした振る舞いに対して人々が非常に関心を抱いていることを暗示している。ベネディックは基地に飛んだ様子で女性の口の悪さや性的な振る舞いに対する男性の不安を明らかにしている。この芝居に登場する 拡張性的な社会において男性の中性は伝統的な名誉や友愛に関する規則と女性に対する優越の感覚によって投与されていた。女性が生来、移り気なのではないかという考えが寝取られに関する冗談として何度も表明され、さらにクローディオがヒーローに対する侮辱をすぐに信じてしまうことからも、こうした考えの影響が読み取れる。 こうしたステレオタイプは男性は欺瞞的で移り気であり女性はそれに耐えねばならないというバルサザーの歌によって覆されている。不定シェイクスピアはネトラレや妻の不定というテーマをしばしば扱った。男性は妻が定説かどうか一切知るすべがなく、故に女性がそのことを利用しているという考えに取り憑かれたキャラクターが複数登場する。ドンジョンが クローディオの自負心と恋人を寝取られるのではないかという不安につけ込み、このせいで最初の結婚は大変なことになる。男性の多くがヒーローは不純であるとたやすく信じてしまい、父親ですらほとんど証拠もないのに娘をすぐ断罪してしまう。このモチーフは芝居前編に現れ、しばしば寝取られ男の象徴である角などへの言及として示される。 対照的にバルサザーの歌サイノーマーは女性に対して男性の不実を受け入れて楽しく生き続けるよう進めている。バルサザーの歌が下手でメッセージをきちんと伝えていないという解釈もあり、これはベネディックが歌を吠える犬に例える霊賞的なコメントによって裏付けることもできる。しかしながら1993年のケネス・ブラナーの映画ではバルサザーは美しく歌唱しており、 歌は、冒頭と、最後両方で目立った役割を果たし、映画に登場する女性たちはメッセージをしっかり、受け止めているように描かれている。策略、唐騒ぎには、多くの疑瞞や、自己疑瞞が登場する。人々に恋をさせようとしたり、他人が欲しいものを得られるように手助けしたり、自分の間違いに気づかせようとしたりするなど、良いとゆえに引っ掛けや策略が用いられることもしばしば、ある。 しかしながら、すべてが良い意図による策略ではなく、ドン・ジョンは、クローデオに、ドン・ペドロ自身が、ヒーローに求愛していると信じさせたり、ボラチオが、ヒーローの寝室の窓で、ヒーローに会っていたと信じさせようとする。マスクとアイデンティティの混乱他人のふりをしたり、他人に間違えられたりすることが、この芝居では常に、起こっている。一例はマーガレットが、ヒーローに間違えられたことであり、このため、 結婚式の際、ヒーローの名誉がクローディオにより、公衆の面前で毀損されることになる。全員がマスクをつけている。仮面舞踏会では、ベアトリスが他人のふりをしているベネディックに本人の悪口を言ったり、マスクをつけたドンペドロがクローディオのふりをして、ヒーローに求愛する。ヒーローが死んだとされた後は、レオナートがクローディオに、 メイとの結婚を要求するが、実は変装したヒーローがメイであったとわかるようになっている。ノーティングとナッシング・ジョンサトクリフによる水彩、ベアトリスがヒーローとアーシュラの話を盗み聞きする場面、ナッシングとノーティングの間には言葉遊びがある。シェイクスピアの時代には、この2語は同音異義語で似たような発音であった。文字通りにとると、 マッチアドアバウトナッシングというタイトルは大したことでもないような事柄について大きな騒ぎが持ち上がるという意味で、この大したことでもない事柄というのはヒーローが不実だという無根拠な訴えや、ベネディックとベアトリスが互いに行為をしているという嘘を指す。タイトルはマッチアドアバウトノーティングとも解釈することができる。ノーティングの元になる動詞ノートは多義的な言葉で、 気づいたり、観察したり、注目したり、書き留めたりすることを意味し、ここから派生した意味合いもたくさんある。この芝居のアクションの大部分は他人への関心や、批判で、メッセージを書いたり、スパイしたり、立ち聞きしたりすることなどから成り立っている。ナッシングとノーティングを引っ掛けたセリフは、多数あり、特に外観、流儀、外から見た印象などに関してこうしたセリフが、使われている。 ナッシングには二重の意味があり、アンウォーシングはエリザベス朝のスラング、バギナという意味があった。これは明らかに女性が足の間に持っているのはナッシングということに引っ掛けた表現である。デイビッド・ギャリック演じるベネディックを描いたジャンル・イフェッシュの1770年の絵、カラサーギは初演後ずっと非常に人気があったと考えられており、1640年のレナード・ディグズの 死にベアトリスとベネディックの人気が伺える描写がある。イングランド王政復古で劇場が再開した後、サー・ウィリアム・ダベナントは、恋人たちに厳しいおきてという本案を出したが、これは、尺には冊しを、にベアトリスとベネディックを継ぎしたものであった。別の本案として、普遍の情熱というものがあり、これは、か騒ぎに、モリエールの芝居を組み合わせたものである。 シェイクスピア自身の台本は1721年、リンカーンズ・ウィン・フィールズで、ジョン・リッチによって再演された。デイビッド・ギャリックは1748年に初めて、ベネディックを演じ、1776年までこの役を演じ続けた。ジョン・ギール・グッドとマーガレット・レイトンによる1959年の、ブロードウェイ・版、カラ騒ぎ、ヘンリー・アーピングとエレン・テリーが組んでベネディックと、 ベアトリスを演じており、この共演は19世紀の偉大な役者による輝かしい実績として有名である。チャールズ・ケンブルーもベネディックとして大きな評判を取った。ジョン・ギール・グッドは1931年から1959年までベネディックを当たり役の一つとしており、ダイアナ・ウィニャード、ペギー・アシュクロフト、マーガレット・レイトンのベアトリスと組んでいる。 AJ アントーンの1972年のプロダクションはブロードウェイでは最長のロングランでサム・ウォーター・ストン、キャスリーン・ウィドーズ、バーナード・ヒューズが出演した。デレク・ジャコビは1984年にベネディックを演じてトニー賞を取っているが、すでにロイヤル・シェイクスピア・カンパニーの1982年の公演でベネディックを演じて高い評価を受けていた。 演出家のテリー・ハンズは樹木の絵を描いた背景幕を背景替えなしで用い、そこに舞台の長さと同じ鏡をかけるという舞台美術でこの芝居を上演し、シニード・キューザックがベアトリスを演じた。2013年にジェームズ・アール・ジョーンズとバネッサ・レッド・グレーブがロンドンのオールド・ビッグ・シアターでベネディックとベアトリスを演じた。1862年の上演。 エレンテリーのベアトリスとヘンリー・アービングのベネディック・イングランドにおけるカラ騒ぎの最初の映画化はおそらく1913年にフィリップス・スモーリーが監督したサイレント映画である。マルティン・ヘルベルクが1964年に監督した東ドイツの映画フィール・エル・アール・エムー・ムーム2ヒはカラ騒ぎを元にしている。英語で最初のトーキー映画化はケネス・ブラナ監督 主演による1993年の空騒ぎで高い評価を受けた。ブラナーがベネディック、エマ・トンプソンがベアトリス、デンゼル・ワシントンがドン・ペドロ、キアヌ・リーブスがドン・ジョン、リチャード・ブライアーズがレオナート、マイケル・キートンがドグベリー、ロバート・ショーン・レナードがクローディオ、イメルダ・スタウントンがマーガレット、ケイト・ベッキン・セールがヒーローを演じた。 ベッキンセールの映画デビュー作である。2001年のヒンディー語の映画ディルチャータハイは、カラ騒ぎの自由な本案である。2011年、ジョス・ウィードン監督、客色によるカラ騒ぎが撮影され、2013年6月に公開された。エーミー・アッカーが、ベアトリス、アレクシス・デニソフが、ベネディック、ネイサン・フィリオンが、ドグベリー、クラーク・グレッグがレオナート、 リード・ダイヤモンドが、ドン・ペドロ、フランク・ランツが、クローディを、アベンジャーズに、クレジットなしで出演していたジュリアン・モーゲスが、ヒーロー、ショーン・メイ・ハーが、ドン・ジョン、スペンサー・トリート・クラークが、ボラチオ、リッキー・リンド・ホームが、コンラット、トム・レンクが、バージズ、アシュレイ・ジョンソンが、マーガレットを演じた。2012年、グローブ・ザ・デの2011年の上演の映像が、映画館で放映され、 DVD にもなった。2015年、オーウェンド・ドレイク監督、フェイリーガン出演による現代版の本案、メッシーナハイが撮影された。カラサーギに関しては、複数、テレビ版が制作されている。1973年のニューヨークシェイクスピアフェスティバルでは、ジョゼフ・パップがプロデュースし、AJ ・アントーンが演出したバージョンが上演されたが、この公演は、ビデオ撮影されて、 VHS と DVD で反布された。このバージョンは、ケネス・ブラナー版の映画などよりも、シェイクスピアのテクストをカットせずに使っている。パップのプロダクションには、サム・ウォーターストン、キャスリーン・ウィドーズ、バーナード・ヒューズが出演している。BBC テレビジョン・シェイクスピアシリーズの一環として、1984年に、リー・オンタ・タギューが、レオナート役、シェリー・ルンギが、ベアトリス役、キャサリン・デビが、 ヒーロー役、ジョン・フィンチが、ドン・ペドロ役、ロバート・リンジーが、ベネディック役、ロバート・レイノルズが、クローディオ役、ゴードン・ホワイティングが、アントニオ役、バーノンド・ドブチェフが、ドン・ジョン役のテレビ版が制作された。2005年に BBC は、シェイクスピア・リトールド・シーズンの一部として、現代の架空の地方ニュース番組、ウェセックス・トゥナイトのスタジオを舞台にした本案を制作した。 ダミアン・ルイス、サラ・パリッシュ、ビリー・バイパーが出演している。ベルリオーズのベアトリスとベネディクトは、空騒ぎに基づくオペラで、台本はベルリオーズ自身が書いた。この他に本作に基づくオペラとしては、ポール・ピュジェの空騒ぎ及びサー・チャールズ・ビリアーズ・スタンフォードの空騒ぎがある。エイリヒ・ボルフ・ガング・コルンゴルトは、マックス・ラインハルトによる上演のため、 カラサギのためのフズ音楽を作曲した。これは1918年頃に移植され、1920年に芝居と一緒に初演された。還元楽のために書かれたが、後にバイオリンとピアノのための組曲にも編曲している。2006年にアメリカンミュージックシアタープロジェクトが舞台を第二次世界大戦中のアメリカに設定したバーに、ステープルトンとレスリーアーデンによるミュージカル版。 The Boys are coming home を制作した。2009年のマムフォードサンズのアルバム才能、モアのタイトル曲は空騒ぎからの引用を歌に組み込んでいる。アルバム自体のタイトルも芝居からの引用である。2015年、ローリン・ジョーンズによるロックオペラ版テーゼ・ペーパー・バレッツが上演された。グリーンデーのビリー・ジョー・アームストロングが作曲を務めた。 2014年3月26日、ビデオブログシリーズナッシングマッチ2ドゥの最初のエピソードが公開された。ニュージーランドの高校を舞台にしており、4人の女性によるチームキャンドルウェイスターズが空騒ぎを本案したものである。2014年6月、本作の現代版の本案であるウェブシリーズ A ビットマッチが公開された。 コリーンスクリバンによるシリーズで現代のサマーキャンプを舞台にしている。ありがとうございます。